蝶々だと思う。蝶々。いやー久しぶりに話そうか。いやー誕生日にこっちは8億5000万のレベル。なんて美しい。さてここから4分切ってたけど、いやもうここじゃん。ああ綺麗、来てよかった。この線路って100メートルの深さがやば。あ、でもあそこと同じやな。あのピラミッドこれは何なんだろうって。亀、妖精、胎児、まあいろんなものに見えるけど、ここにまたピラミッドがあったんだね。これでここは明日8時に開くから、これにこれを拝見するために今ここで一泊します。本当はここでしようと思ったんだけどさ、ワニが出るらしいから、このおっちゃんがこっちの方がいいと。あまりね水に近いと。ということで、いやー This is 100 times better. So much better. But still I hear fucking trucks. But this is so much better. Ah, 生き返った。やっぱり本当に。
は久しぶりで、なんかいろんな光が見えたな。夜中に何だったんだろう。ホタルの光ではないんだよね。メキシコ本当上の方はホタルの光、上だけじゃないけど、こっちのホタルあんま見ないんだよね。変な光。動物だったのかな。そいつも楽しいな。そう、夢を見てよ。やっぱ人間、この、この人間文明、本当に一度破壊しなら、いかんな。って思うんだよね。本当に大掃除かな。これは命第一主義じゃないんだよね。命はこの輪廻転生され繰り返される循環の、そう、人間だけなんだよね、ゴミを生み出す出している存在のこの地球上。これ一度本当にパンデミアで一時停止してよう分かったよ。他を思いやれる、なんだろうな、個人主義とか言うけどさ、やっぱり西洋のあれに影響されてこのこうのと。個人主義ってもともと違うんだよね。人みたいな人間を一掃する、必要があると。いや本当に全然違うわ。やっぱここは本当いいわ。ここもピラミッドのすぐ近くだから。吉野先生がもっと前面に、吉野、出てきて語ってほしいんでね。常に中心軸を常に捉えてぶれない、その姿勢だよね。そう、言動、所作、動作、言動、仕草、姿勢を中心軸からぴったり、立っていったら多いとか大きい。やっぱ芯を捉えてるのは本当に吉野先生だけかな。心に本当に響くのは。そう、素晴らしい人間も中にはいるんだよ。いや、中にはいるっていうか、たくさんなってきた。いい人たちに恵まれてきた。ああいう人たちは本当生き残ってほしいと思うよ。まあ生き残ってほしいっていうか、生き残るよ。グローリファイされてるっていうの。グローリファイ、日本だけじゃないんだけどさ、たくさんの人が消えるよね。
これ以上地球やってらんねえって言ってるから沈んだ。日本でなんだろうな、パンデミアのあれが少なかったのも神様のおかげだぜ。ガツンと神の言うことをまともに聞いて速攻車走らせるのやめな、やめなきゃ大変なことに。疲れ早かれ。若者は本当に、ニコラスとかすごいのがいるから、あんまどうだこうだって言いたいけど、いやニコラスは本当すごいよ。最近ちょっとあれだけど、そう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 、トゥーランドブログのサムさんや、トゥーランドブログのサムに会いたい。うん、岩神社の大物主に会いたいな。そう、アマテラス、クニテラス、雨のほわかり、あ、これ本物だなっていう、本物っていうか、いいなっていう、そう、トゥーランドブログのサムに会いたい。それから吉野先生、山本太郎、山本太郎に、一票だな。やっぱ顔の血色が全然違うわ。いやー本当脱出成功って感じだね。眠りにつく場所ってほんと大事だね。そこのエネルギーっていうのがあるからさ、全然違うもん。こうやって同じ顔だぜ、こうやって。なんだろう、もちろん目薬効いてんのもあるけど、でもこの肌感よ、全然こう蚊に刺されてるけどさ、なんていうのかな、いい人だったな。やっぱよく掃除されてるっていうことで本当によくわかるよね。ここで働いてる人、いや本当に一気に回復、いややっぱり外で本当に寝ると一気に回復するわ。やっぱ人間のエネルギーは滞ってんだよね、多くの。
とんどの人間、うん、いやここで寝たかったな。このいいピラミッドだ。これ上に登れるぞ。あ、ただやっぱ道が道路が近いとこのことよ。本当に。あの宇宙くんも言ってたけど、やっぱりこの人間の使い出す機械音ね、特にガソリン。愛入れないんだよ。めっちゃいいすごいな、うん、ハエツイイの形をしてるね。意識のど真ん中か。さて、うん、やっぱり自然との距離感が高さとかピラミッドに対してそれぞれあって、なんとなく思い出すんだよね。ああそう、木々に埋もれてるけど、うん、シュタンペックが一番ちょうどよかったかな。ティグルはよくかなわないか。どこまで行くんだろう。こっち道あんのかな。なんだろう、うん、ここはやっぱり小さな人たちのピラミッドなのかな。うん、木に埋
できない仕組みだね。これも遺跡の一部だね。ちょっと薬、うん、どうしたもんか。この先に進むべきか。何かありそうな気もするんだけど、行ってみましょうか。うん、いやー、かなりジャングルの口に入ってもまだ聞こえる車の音っていうね。行く？進む？では光の道から石舞台、きな、セノットになってる。おお、大きい。おお、高い。
そう、こういう石を使ってね、普通に椅子を使ってるっていうのがいいよね。よっと座れて、また綺麗だな。よう、どういうことだよ。道からどけないと引かれるぞ。そう、向こう行け。行け行け。恩人だ私は。早く向こう行け、引かれるぞ。大きいな。Gracias. Adiós. いやーマジ本当にやっぱこういう本当にね、あの観光業ツーリズムこういう田舎の人の本当に純粋な優しさっていうのがやっぱり一番だよね。本当に本当に本当。あとはとにかく無事にバカラまでかな。はい、頑張りましょう。いや、肌の色つや肌感がもう本当に
20年、20年若返るよね。